ヤクタウンです。毎日香川県の飲食店の動画をアップロードしております。今回はこちらのジャンルで4店舗まとめてきたので、ぜひ最後までご視聴ください。ということで、今日向かっているのは香川県三豊市にあるさぬきうどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は高瀬駅で 2.1 キロ程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては、さぬき寺さんであったり、手打ちうどん渡辺さんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日向かっているのは三好うどんさんの方へ向かっていっております。それではこの三好うどんさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.86 点、そして Google の点数が 4.2 点となっています。営業時間は10時から14時までで、定休日は毎週日曜日、駐車場は約10台分あります。おすすめはうどんといりこのおにぎりです。もともとは美濃町にあったのが高瀬町に移転してきて、今田んぼに囲われたところにあるおしゃれなお店です。そして9月1日から始まった高松観音島で計18店舗が参加するうどんコレクションスタンプラリーの1店舗でもあります。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。いらっしゃいませ。こちらサービス店となっています。こちらではどうぞ。はい、ありがとうございます。それではお部屋を組んで空いている席に着きましょう。ちなみに店主さんは YouTube 三好うどんチャンネルを開設してて、テンション高めな面白系の動画をアップしているので、ぜひそちらも見てみてください。皆さん注文いいですか。はい、お願いします。肉かまたま。肉かまたま。ショーで。ショー。肉かましょう。おにぎりも取っていいですか。はい、どうぞ。はい。いただきます。頼みましょう。よいしょ。あ、はい、ですね。店内はこんな感じになってます。入り口入ってすぐ右手側にお部屋を入れる場所があって、正面にはカウンターが並んでいます。木を使ったテーブルとか、全体的にいろいろとおしゃれで、器もすごく可愛らしいので出してくれます。お待たせしました。はい、お醤油かけてください。はい、混ぜてからいただきます。あ、ありがとうございます。それではいただきます。うどんが熱いうちに醤油をかけて混ぜましょう。三好うどんさんで使っているのは観音寺市にある丸福醤油さんのだし醤油です。麺はしっかり太麺、男麺です。
釜揚げ麺特有のもちもち感とコシの強さが同時に味わえます。だし醤油が卵のマイルド感にも相まってシンプルなのに旨味が強調されてすごく美味しいです。だし醤油をちょっと多めに入れた方が僕は好みでした。それではお肉もいただきます。このお肉めちゃくちゃ美味しいです。お肉自身の味付けがとてもしっかりとついていて、甘いだけじゃなくて旨味とか塩味とかが絶妙で美味しいんですよね。うどん以外と合わせても絶対合うだろうなって思えるお肉でした。それではいりこのおにぎりもいただきます。これもめちゃくちゃ美味しいです。何度も来てるんですけど、その度に絶対いりこのおにぎり取っちゃうくらい好きで、天かすの旨味といりこがすごく効いてるのが美味しいんですよね。吉原食料さんの天かすに丸福醤油さんのだし醤油、あといりこの実が入っていて、他の味付けは日によって少し変わるみたいです。もし今日の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけると助かります。この動画にいただいたコメントはサブチャンネルうどんタウンで返したいと思いますので、そちらもチェックお願いします。動画にしてほしいお店の方、行ってほしいお店がある方、概要欄にあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると助かります。それでは最後の一口いただきます。三好うどんさんはうどんが美味しいのはもちろんなんですけど、サブメニューもすごく美味しいので、ぜひ合わせて食べてみてほしいです。今回は頼んでいないんですけど、鶏天もすごく人気なのでおすすめです。それでは食器をセルフで返してお会計の時にスタンプを押してもらいましょう。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ということで、今日向かっているのは香川県丸亀市にあるさぬきうどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は丸亀駅で 800m 程度離れた位置、周辺のうどん屋さんとしては鶴屋さんであったりいろはさんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日は龍神うどんさんの方へ向かっていっております。それでは基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.06 点、そして Google の点数が 4.2 点となっています。営業時間は11時から14時までで、定休日は毎週火曜日。駐車場なんですが、お店向かいに丸亀市営大手町第二駐車場があって、こちら1時間以内であれば無料ですので活用してみてください。おすすめは釜かけうどんです。2021年の6月にオープンしたんですが、店主さんの足が悪く8月に休業。経営者を募集して20代の若い2人が手を挙げました。元の店主大西さんからノウハウを伝授し、10月20日に再オープンしました。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。はい、こんにちは。こんにちは。こちらセルフ店です。すいません、おすすめって何ですか？はい、釜かけに、肉を足してる釜かけ肉うどん。釜かけ、あ、メニューにはないけどそういう注文してもいいですか？はい、大丈夫です。じゃあ釜かけ肉うどんの小で。小で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。釜かけ肉うどん小いただきました。ありがとうございます。どうぞお待ちください。レンコン1個取ります。はい、どうぞ。はい、お箸で取っていただいてます。はい、開店してすぐだったので天ぷらはまだ少なめでした。じゃあ以上で。はい、ありがとうございます。合計が670円です。はい、
じゃあ、番号でお呼びしますのでお席でお待ちください。はい、はい。釜掛けは釜からうどんをあげるタイミングになるので番号札と交換です。席で少し待ちましょう。店内はこんな感じになってます。以前の龍神うどんさんと何も変わっておりません。カウンター席で構成されているこじんまりとしたお店です。お待たせしました。はい、釜掛け肉うどんです。はい、お願いします。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。ごゆっくりどうぞ。はい、いただきます。お店中央のテーブルに薬味があるので今回はネギだけ入れていただきます。それではいただきます。麺は釜かけなので釜から揚げたての麺を食べることができます。これは水で締めずに直接食べることになるのですごくもっちもっちな食感です。伸びが良くて噛み始めはソフトなんですけど中はもちっとしたコシになってます。麺の太さは細麺で喉越しよくすすりやすく量も多いうどんでした。出汁は昆布とかカツオの風味が効いた出汁です。以前からなんですけど醤油にもすごくこちらこだわっていてうどんごとに使う醤油変えてるんですよね。かけ出しに使ってる醤油はブレンドしたのを長時間炊いてそれをさらに1ヶ月間眠らせたものだけを使ってるということでだから深い味わいの出汁になっています。それでは以前はなかった肉うどんお肉をいただきます。ほんのり甘く玉ねぎと一緒に炊かれたお肉で出汁の味を邪魔しない優しく食べ合わせられるお肉でした。それではレンコンの天ぷらもいただきます。分厚く豪勢に切られているので食感がシャキシャキです。やっぱりうどんと天ぷら合わせて食べると美味しいので天ぷらも取ってみてください。今日の動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけると嬉しいです。この動画にいただいたコメントや裏話はうどんタウンで返そうと思うのでぜひそちらもチェックよろしくお願いします。動画にしてもいいよっていうお店の方、行ってほしいお店がある方概要欄にあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。今回は食べなかったんですけど実はこちらおにぎりもすごくおすすめということで店主の吉田さんが昔おにぎり専門店で働いていてかなりこだわった卵黄醤油漬けとか少し変わったおにぎりも作ってるということですごく気になってます。龍神うどんさんに来る場合の駐車場なんですけど1時間あれば多分食べて出てこれると思うので実質無料で車は止めれると思います。再オープン記念の動画特典もあるのでこの機会にぜひ食べに行ってみてください。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。今日のお店は香川県ではなくなんと愛媛県四国中央市にある讃岐うどん屋さんへ向かっていっております。そちらのお店最寄り駅は川之江駅で 2.7 キロ程度離れた位置。周辺の観光名所としては道の駅霧の森であったり川之江城がある大体あの辺りなんですが、ということで今日はセルフ讃岐うどん宮内製麺さんの方へ向かっていっております。それではこの宮内製麺さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.31 点、そして Google の点数が 4.2 点となっています。
営業時間は10時から14時までで、定休日は毎週水曜日。駐車場は約10台分、第二駐車場もあります。おすすめは釜玉バターです。愛媛県の最東端、香川に一番近い四国中央市にあるお店、香川最西端にある鳥越製麺所の元経営者で、本場さぬきで人気店に、そして2019年に愛媛に移ってきました。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。こんにちは。こちらセルフ形式のお店となっています。こんにちは。釜玉バターのショーで1分だけ。1分。あ、わかりました。はい、ショーでいいですね。あ、ショーでいいです。ししとうとかもあるんですね。そう迷うな。ししとうにしよっかな。野菜が好きなんやな。野菜、じゃあ普段野菜取らんけん、やっぱね、こういう時ぐらい。はい、少しだけお待ちくださいね。わかりました。鳥系なんか取らないんですか。多分ね、食べ過ぎかなと思って。鳥系は一番出るの鳥系なんで、やっぱ人気なんですね。嫌なんやな。なんかそうやって言われたら取りたくなっちゃいますね。取ろっかな、やっぱ取ろっかな。そう、おすすめしてくれるんだったら。でかいですもんね、すごい。そうそう、めちゃくちゃでかい。出るんでこれ。ああ、すごいですね。またお待たせしました。はい、ありがとうございます。それではお会計です。はい、お願いします。はい、いらっしゃいませ。はい、釜玉バターの生姜を一つ、それにししとうの天ぷらを一つに鶏天で。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ740円。はい。薬味はネギだけで。あ、薬味ネギだけで。うん、で、あのバターをよく溶かして、はい、卵を入れて、醤油は少量から。少量ですね。あまりかけすぎないように調整して。あとは飲んでいただいたら、黒胡椒の味がしちゃう。わかりました。いただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。釜バターの薬味はシンプルにネギだけがおすすめということです。ちなみに駐車場なんですが、お店前にも止められるんですけど、そちらがいっぱいの時は道路挟んで、そこから100メートルくらいのところに第二駐車場があるので止めてください。それでは空いている席で食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。窓が広いので明るいお店です。カウンターだけで形成されたお店で、奥には棚とかあとカバンとかがあるんですけど、こちら販売はしていないんですけど、どうやら店主さんが趣味で作られたんですって。麺がまだ温かいうちに卵割っておきます。それではいただきます。うどんがあったかいうちにバターを溶かして、卵も絡まるようによく混ぜていただきます。醤油は最初はちょっとで、調整しながら食べていきます。
麺は釜揚げの中細麺なんですけど、もちもち感を強く感じました。国産のキントンっていう小麦粉を 100% 使っているみたいです。角がはっきりと立っていて、ねじれもあるもちっとしたコシと張りに弾力感のいいうどんです。釜玉の味なんですけど、まずバターでまろやかな感じになって、そこにブラックペッパーの軽い刺激が絶妙に合うんですよね。それではお店で一番人気の天ぷら鶏天もいただきます。一番人気なのも納得な美味しさでした。油が滴るほどめちゃくちゃジューシーで、鶏自身にも下味がしっかりとついてて、単品として食べてもすっごく美味しい鶏天です。でこの鶏天もそうなんですけど、ししとうも一個一個がかなり大きいんですよね。辛さより苦味の方が勝っていて、うどんを食べる途中のアクセントにしてもとてもいい天ぷらだなって思います。今日の動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。うどん好きは香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけると嬉しいです。この動画にいただいたコメントや裏話はサブチャンネルうどんタウンで返そうと思うので、そちらもチェックお願いします。動画にしてもいいよっていうお店の方や行ってほしいお店がある方は、概要欄にあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。今は愛媛県にあるんですけど、もともとは香川で人気店にした実績があるので、こちら讃岐うどんとしても間違いない美味しさです。元祖がつく前の鳥越製麺所さんが好きだった方、今は宮内製麺と店名が変わっているので移転したこと知らなかった方もいるかもしれませんが、ぜひこちらの動画を見て気になった方行ってみてください。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ということで、今日向かっているのは香川県丸亀市にある讃岐うどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は丸亀駅で 6.3 キロ程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては岡田さんであったり一夜半山店さんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日は中村うどんさんの方へ向かっていっております。それではこの中村うどんさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.74 点、そして Google の点数が 4.1 点となっています。営業時間は9時から14時までで、玉切れ次第終了。定休日は毎週火曜日となっています。車の場合、最寄りが坂出インターで、駐車場は約40台分あります。おすすめはかけうどんです。中村系と呼ばれる讃岐屈指の系譜があるお店。昔はお客さんが自ら裏の畑にネギを取りに行くっていうエピソードがあったり、作家の村上春樹さんが超ディープなお店として紹介されているところでもあります。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。おはようございます。こちらセルフ形式のお店です。いいですか？はい。釜玉のショーで。釜玉ちょっと10分ぐらいいいですか？あ、わかりました。はい、はい、できたらお持ちします。席の方まで。あ、ありがとうございます。はい、わかりました。はい、できたら呼んでくれるので先に天ぷら類見てみます。玉が前の下で切れてしまって。あ、わかります。10分ぐらい全然大丈夫です。香川では魚のすり身のことを天ぷらって呼んだりして、エビのすり身をさつま揚げにしたものをエビ天とか赤天って呼んだりします。今回はそちらいただきたいと思います。それでは先にお会計となります。じゃあすいません、これでお願いします。釜玉のショーです。400円です。はい、
さあ、泳いでいったら一番で声かけるので、あ、はい、好きな場所で書き手を待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは空いている席でだいたい10分ほど待ちましょう。お部屋の横に熱いお茶っていうのがあったので、外の席で飲みながら待ってみます。店内はこんな感じになってます。最初に入ったお会計したところ、注文したところ、あとうどんを茹でてるところとは別に食べるところはあります。その渡り廊下の屋外のところにもテーブルがあるので、今回そこで食べます。こちらが店内で食べるとこなんですけど、薬味置き場もあって、かけを頼んだ場合だしを入れるのもセルフとなります。熱いのと冷たいの。だいたい裸で、はい、あ、すごい、もうプロですか。え、さすが、もうかまたまでいきますので。 ありがとうございます、はい、お待たせしました。1番の方、はい、はい、醤油一回りです。あ、一回り、わかりました、はい、いただきます。それではセルフで醤油をかけます。この醤油、色は薄く見えるんですけど結構濃いので、一回りくらいかけましょう。ネギも入れていただきます。それではいただきます。卵と醤油がよく絡まるように混ぜていただきます。この麺めちゃくちゃ美味しいです。ぐにゅむにゅっとしたような食感の軟体麺なんですよね。引っ張っても全然切れない、すごく伸びのいい麺となっています。分類するなら女麺タイプっていうのに当たると思います。麺自体に透明感があって、そしてしなやかで柔らかいのに噛めばコシがあるんですよね。で、この細麺に卵と醤油が絡んで、喉越しもすごくいい、チュルチュルと食べれるようなうどんです。エビ天は柔らかくてエビの優しい味がします。これ香川以外ではあんま見かけることも少ないと思うので、ぜひ見かけたら取ってみてください。そして調味料置き場に味の素があったので、ちょっと味変で少しだけかけていただきたいと思います。シンプルに旨味が追加されて、これも美味しいです。だからこの途中でちょろっと味変でかけるのもありだなって思います。今日の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけると嬉しいです。サブチャンネルうどんタウンも毎日更新しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。それでは最後の一口いただきます。中村系と呼ばれる血縁関係であったり指定関係があるお店は、漢字の中村うどんさんであったり一服うどん本店さんであったりといろいろあるんですけど、どれも共通してやっぱり麺が美味しいんですよね。で、その本家として今回の中村うどんさんが位置するんですけど、こちらやはり代が変わっても味が継承されているので、いつ行っても美味しいうどんが食べれると思います。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ところで今日の昼飯はどこ行く？ところで今日の昼飯は何食う？ここらじゃ昼飯こらしかねえでしょ。うどん食いに行こう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 。